はい、ジェイクです。だいぶグランドワークに時間を使ったんやけども、まあええ感じなんで、ちょっと今日も一回乗ってみたいと思います。ああ、2回目なんか嫌なもんやね。一回落ちたやつから、はい、ちょっと最後最終チェック。いいね。
じゃあやってみましょうか。はい、もう一回ターン。It's okay. You're doing good. はい、ちょっとリラックス時間、大丈夫よってのを教えてね。後ろに乗っても怖くないなっていうのをね。これでね、右手に持ち直すときに目が変わると怖がるかもしれんので、もうちょっとここで乗ってみようかな、こっち側で。Good boy. はい、後ろ足。Good boy.It's not bad. Good boy.前回はね、こういうリラックスの時間がなかったからね、ちょっと焦ったけど。ね、大丈夫やね。あ、もう乗っても怖くないよっていうのが、とりあえずこれで分かったらだいぶいい。はい、後ろ足。はい、まっすぐ歩いて。はい、歩いたら足を緩める。はい、もうちょっと行くよ。
足は全然力入ってないです。はい、ジョグでね、とりあえず走ります。はい、一回止まるよ。ふぅ、ふぅ、ふぅ、グッジョブ。はい、今度こっち。はい、前に行こう。はい、歩きでいいよ。常にね、ちょっともう前回のがあるから、ホルターにコンタクトがあるっていうのはずっと時々チェックしながら。はい、こっからまっすぐ行ってみようか。ちょっと大きく回れたね。はい、ここでターンして反対側。はい、真ん中に戻って、おお。いい感じや。はい、you can relax too. Good boy. It's okay.人によってはもうこのままロープをやる人がおんねんけど、こいつはちょっととろいんで、てか俺が今までそんなんしてないねんのね、のもあるんで、今日はジョグだけにします。ロープするときはね、ちょっともうジョグで右左慣れて、ある程度コントロールが効くようになったら僕は外に出て、なんちの深い雪の中で走るのが好き。したら落ちても痛くないし、
止まります。ふう。ふう。ふう。Good boy. Good boy. じゃあ反対側。もう一回やっても今日は終わりでいいかな、俺の中では。もリラックスしてんな。はい、こんな感じでいいでしょうか。はい、十分十分。結構い。よいしょ。はあ、めっちゃスムーズにいったね。見てる人には面白くなかったかな。まあでも一回俺が落ちたやつやからね、二回目は落ちたくないなって思っとったよね。だからまあ時間をかけてうまくいってよかったね。
はい。
ってはもうこのままロープをやる人が多いんだけど、こいつはちょっと黒いんで、てか俺が今までそんなしてないんで、もうあるんで、今日は上部で楽にします。ロープするときはね、ちょっともう上部で右左に慣れて、ある程度コントロールするようになるからこそ見せて、深い泣きながら走るのが、こんな感じでいいでしょうか。はい、十分十分。はい、どうも。ああ、ほっとした。まあ、今日はここまで。さっきも説明したけども、俺は、あんま最初からロープまでしません。ジョグまでは、もう全然落ち着いてできたんで、これで3日間ぐらい乗って、で、外に連れてって、まあいい雪が積もってるんで、寒くなる前に、雪の深いところで乗って、ちょっと走らせてみようかな。それまでは、まあこんな中か、ちょっとアリーナ広いところに出て、右左とか、もう乗ったり降りたりがもう全然問題なくできるようにしといたら、あと走るだけは、
問題ないと思います。なんかラウンドペンで走られるとね、これ特に狭いしね、これが怖いんよね。はい。はい、ジェイクです。今部屋に帰ってきました。馬乗った後。今回の馬での反省点、ちょっと思ったんで残しとこうかなと思って。まず第一におとなしい子やったから、ちょっと油断したね。もうちょっと時間かけるべきやったと思います。1回目跳ねた時、まだね、後ろ足もクロスできへんかったし、その手綱っていうかリードロープで引っ張っても、なんか言うこと聞いたり聞けへんかったり。ただ俺の中ではもう乗ってしまえるんやったら乗って、その後もう乗ってからの調教の方が楽かなと思って、今までそれでいけてたんやけども、経験不足でした。ああいう風になるんやったら最初からね、時間かけとく時間をかけとけばよかったなっていう反省。ただその後ちょっとプラン考え直して、僕の、尊敬する YouTube ビデオに残してる人の動画とかね、見たり、友達のマークとかトールさんに聞いたり、プロのホーストレーナーね、いろいろアドバイスをもらって、ここまではやってから次乗ろうかなって思って、次落ちたらね、もうそれこそ、俺もう怖くて乗られへんくなるかもって思ったんで、ここまでできるようにしてから乗ろうって思って、やったら、すごいスムーズでしたね。なので、経験不足と、僕の。もちろんね、一個、いいお知らせというか、教訓は、失敗しても、直せるよと。だから失敗は恐れる必要はないけども、失敗しないようにちゃんと準備をしましょうっていうことかな。いい 教訓になったね、僕自身にも。で、見てる人もなんかそういうことを思ってくれたらいいと思います。失敗してもね、大怪我せえへんかったら、馬は直せるんで。こっちが考えを変えて、方法を変えて、いろいろ試行錯誤して。でもそうやってね、人は成長するんやろうし、馬も成長するんやろうね。失敗せえへん方がええけど、もう怒ってしまったことはしゃあないからね。とりあえずほっとしましたわ。はっきり言って。乗る前は嫌やな、思ってたもん、正直。怖いというか。今までね、あれぐらい、反抗というか、怖がってやね、跳ねるまでじゃないけども、長いこと、ぴょんこぴょんこしたのは初めてやったんで、ちょっと、俺の気持ちが折れて、ね、落ちるというより、降りるみたいな形で、すごい、えらい情けない姿を見してしまったんやけども、とりあえずほっとしましたわ。教訓。失敗しても大丈夫。ただ、失敗しないように、それなりの準備をしましょう。これは、馬以外にも言えるね。はい、ありがとうございました。バイバイ。